最速技術カットバレイヤージュ占いを2時間以内にやった内容を公開します。はい、こちらはラバークリップなんですが、これかなり使えます。バックコームしてラバークリップを滑らしてパッと止まります。最近はエアタッチはしてないですね。急いでない時でもエアタッチはもうしてないです。バックコームが多いですね、基本的には。狙ったところをバックコームだと入れれるので、バックコームでやってます。チップ取った時に基本的に皆さん取った方に入れると思うんですが、僕は逆に入れてます。その理由はですね、チップが正三角形の形になるんですね。ちょっとマニアックなんですけど、スピードを速くするのも一つなんですが、根元をいかに綺麗にぼかすかっていうことに重点を置いてます。やっぱり色抜けした時に根元側が綺麗に抜けていないと、ブリーチがやっぱり結構後々持ちに影響してきますので、根元を綺麗にすることに重点を置いてます。今回はあまり太いメッシュというよりは結構全体にボケる大人のメッシュにしております。バックコーム入れてラバークリップで留めるっていう感じですかね。これも練習していけばできます。まあ、2時間で、カット込みで、占いまで込みでやるんで結構スピーディーな感じにはなると思うんですが、練習を繰り返せばできると思います。でこれ液体カラーは結構最速で染まる液体カラーを使ってます。結構染まりが早いタイプですね。これはコントラストを作って、いくのにメッシュとあと暗いところを作ってますね。同時進行してやっております。その後に今度また別の液体カラーで、中間から毛先の方をやります。あとシャンプーで、少しこの液体カラーをちょっと使う裏技があるんですが、それでまたさらに、シャンプー台に色を入れていきますね。このレシピを習得するとかなり時短できるのでかなりいいかなと思います。はい、でピールメッシュという裏技をちょっとここで入れてます。メッシュを作っていく感じです。さらに、はい、でスタイリングはムササビクリアコートとムササビ、バームオイル、これがめちゃくちゃマストです。アフターがこんな感じですね。たまに限定公開をアップするので、チャンネル登録していただければ見れるチャンスがあると思います。